クレーンケフィアはカフカース地方を起源とする発酵した入院料である。他の表記はキーフェア、ケファー、クラ、タライ、ムズケキア、ミルキックファイアー、ブルガロズなど。日本ではヨーグルトキノコとも呼ばれる。ロシア語名に従ってケフィールとも呼ばれる。ケフィア粒という主菌を牛やヤギ、羊の乳に植えることで作られる。伝統的なケフィアは ヤギ川の袋にミルクとケフィアグレーンを入れ、戸口の近くにぶら下げて作られていた。人々が戸口を通る際に袋と触れたり当たったりするために中のミルクとケフィアグレーンがよく混ざり続けたのである。ケフィアグレーンは酵母や新生細菌の結合体である。この共生母体はカリフラワーに似た形状を形作っている。1990年代以降は、 高腫瘍活性などに利点があるという研究報告により商品化が進んだ。伝統的なケフィアは外して常温で一晩かけて発酵させる。ラクトースの発酵により酸、炭酸、そしてわずかなアルコールが生じ、薄いヨーグルトと同程度の濃度の飲み物が出来上がる。20世紀初期に小規模な乳製品加工場で作られていたケフィアは、 1%, 1から2%程度のアルコール濃度に発酵していたが、近代的な製造方法で商用に作られるケフィアのアルコール濃度は1%以下である。これは発酵時間が減少したためと考えられている。しばしばカスピカンヨーグルトと混同されがちだが、酢酸菌類の有無などから別物である。他の似たような種類の飲料も存在するが、 これらは見た目や微生物の配合の点で、ケフィアと著しく異なっているであろう。ウォーターケフィアとも呼ばれるティビコスは砂糖水や、一軸類の乾燥果物、レモン汁の中で室温にてついたち、またはそれ以上で菌が成長する。慣習的なケフィアの製造には、新生細菌と酵母のゼリー質の集合体である、ケフィアグレーンが必要とされる。このケフィアグレーンには、 糸のような質感で口の中でもそれが感じ取れる。ケフィランとして知られる水に溶けやすい多糖が含まれている。ケフィアグレーンは発酵の中で成長し、さらなるグレーンが産出されるのである。グレーンは白色から黄色に見え通常は、クルミ大の大きさであるが、米粒と同じくらいの大きさの場合もある。製品を保存している間も発酵は続き、 ガスが発生し続けるため、店頭で販売する際は容器にガス抜き用の穴が開いている。日本では食品の梱包は密閉状態でなければならないと食品衛生法で定められているため、生の状態では販売できず、乾燥してカプセル剤などに加工されて販売されている。家庭で作る場合は植え継ぎを行うと、 大腸菌などの食中毒の原因となるいくつかの雑菌の混入を防ぐことはできず、大腸菌などに汚染されても見た目で判別することはできないと指摘されている。単純に発酵の期間を短くまたは長くすることで栄養物の含有量を変更することができる。しかしどちらの長さでもそれぞれ異なった健康への利点がある。例えば、かなり熟成させたケフィアは、 養産のガニ有量が著しく増加する。また、ケフィアは、ラクトースの消化を助ける役割も果たすため、ラクトースに耐性のない人々にとっては、他の乳製品より適した食品となっている。その他、ケフィアに入っているケフィランもネズミの血圧の上昇を抑えたり、血液中のコレステロール水準を下げる効果を示しているという。肺がん細胞移植マウスに、 ケフィアを投与したところ主要増殖抑制効果を示した。加熱殺菌したケフィアでも抑制効果を示した。これはケフィアに含まれている多糖または非還元糖を含む区分の効果であることを示唆している。ケフィアをストレートに飲む人がいる一方でそのままでは酸味が強すぎるために果物や蜂蜜、 メープルシロップや他の甘味料を加えて飲むのを好む人々も多い。凍らせたバナナやイチゴ、ブルーベリーや他の果物をケフィアと混ぜミキサーに入れスムージーを作って飲むことも可能である。中にはバニラやリュウゼツランの果汁等の風味を加えて飲む例もある。またシリアルやグラノーラの上にミルクの代わりとしてケフィアをかける人もいる。ケフィアは また安価で健康な飲み物として人気が高い旧ソビエト連邦の位置していた地域全体でもやはりミルクの代わりに飲む朝食の飲み物として典型的でどこでも手に入る飲料となっている。また5から6%程度の砂糖を加えた牛乳を使用し長時間発酵させると分離してくるがこれは酵母によるアルコール発酵であり風味の良い発泡性の乳飲料となる。 アルコールは1%未満であり、酒税法違反にはならない。ケフィアは、リトアニアのビートの冷製スープ、シャルティバルシュチャイには欠かせない材料の一つである。また、ロシアの夏のスープサラダをクローシカにクワスと共に、ベースとして使われる。水切りしたケフィアは、ヨーグルトを水切りしたものと同様に料理や菓子に、利用できる。ケフィアを使用した。 他の種類のスープや料理は、以前ソビエト連邦が形成されていた、地域全体において広く人気のあるものである。これはかつて、ソビエト連邦において、牛のミルクから作られたケフィアが雑貨店や、日用品店でも至るところで手に入ったためでは、ないかと考えられている。90グラムのケフィアグレーンケフィアグレーンは、ほとんどの哺乳類から出るミルクの中でうまく、 発酵すると思われ、またグレインの成長も続くだろうと考えられている。使用されるミルクの典型としては、牛乳やヤギ、羊の乳が含まれ、それぞれ感覚上、栄養上の性質が異なっている。加えて、豆乳や、米乳、ココナッツミルクのほかフルーツジュースや、ヤシの水、麦芽汁、ジンジャービールほか糖分を含んだ液体糖、 哺乳類から産出されていないミルクでもケフィアグレーンは発酵することがある。しかし、菌の成長要素として不可欠な新生細菌を含んでいない媒体が使用された場合、グレーンが成長を中止してしまう恐れがあるため、発酵させる際に新しい液体を試す場合は余ったケフィアグレーンを使用すると良い。しかし乳糖はグレーンを作り出す多糖の統合に、 不必要であり、科学的研究により米の下水分解物が代用の媒体として適しているという論証もなされた。それに加え、豆乳は、その異なった、タンパク質のために見た目や大きさを変化させるにもかかわらず、ケフィアグレーンが豆乳を発酵させる際に再生することも示された。以下は、翻訳元の英語版からの出典項目である。ありがとうございます。